さあ本日の FF7 リバースはメインストーリー進めていきたいと思います。よろしくお願いします。ようやくですね、今回チャプター4のチャプター4だよな、ジュノという街にね侵入していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ここだよね。ここに行くとジュノに入れると。漁師の物置場、この先がジュノン。この先要塞都市の下に小さな村がある。あ、これアンダージュノン。なんかさ、サイドジュノンに行くためになんか今封鎖されて、それがアンダージュノンがどうのこうのっつってなかった。あ、なんかメインストーリーが変わった。錆び入れた漁村、これ漁村なのか。ここだからジュノンがあれだよね。あそこにジュノンがあるけど、その下の下、その下だからアンダーか、アンダージュノンって言って、まあ、ここにここでなんかするんだな。しないのかアンダージュノンを通り越してジュノンにすんなり行けるとあんまり思えないんだけど、アンダージュノンで何か起きるんじゃね。あ、なんかいろいろアイテムがある。とりあえずこれは回収させてもらって、はい、ステージとかね。マジカル、あ、なんか小屋がある。あ、なんか小屋がある。誰かいる、この小屋に。絶対いるよな、こんなとこに小屋があるんだったら。あ、誰かいる。あ、なんかスマホでアプリゲームやってるぞこいつ。ゲームしてるな。ちょっと待って。いや、待ちたくないです。先に進みたい。日の当たらない村、アンダージュノンへ。うわぁ、日の当たらない村。私はロドナ、村長兼ロドナ警備主任。なんか、カームのさ、ホテルの店主に似てないこいつ。うん、なんか、ブロードか。ブロードにちょっと雰囲気似てるけど。お、アバランチの顔じゃん。アバランチ違います。そっくりさんです。どうする、とりあえず通報しようかね。当たりだったら10万。あ、マジ私が通報したい。悪いけどよ、ひどいやつ。諦めてくれ。あ、かわいいエアリスだね。あんたは50万ギル。エアリスだけちょっと高いんじゃね。すごい、まあ、やっぱそうだよな。14人だからな、エアリスは。でも、ね、テトラの生き残りだから。見て見ぬふりは得意。いや、いいやつ。通報はしないよ。罠じゃねえだろうな。いいやつなんか、こいつだ。この村の歴史を知れば、そうじゃないってことがわかる。どういう歴史なんだ。あ、アンダージュノンじゃん、あれ。気に入らないやん、出ていく。宿はあっち。宿はあっち、カンコドリが鳴いている。好きに過ごすといい。黒いマントを着た連中は来なかったか。黒いマントは何なんだろうな。見てないで。黒いスーツなら来たけどさ。え、男二人女一人。タークスじゃね。ほうほう、あのエレベーターで上に行ったよ。あ、ジュノンに行ったん。ほうほう何を考えているんだい。知ってるだろうけど、上は神羅の要塞都市ジュノン。そこに来て。エレベーターは神羅関係者専用だ。上で何かあるらしくて、警備が強化されてね。兵士たちもピリピリしてる。何かやらかして村を巻き込んだら、私が許さないよ。はい、じゃあ何もしません多分。私はする気はないけど、クラウドたちはする気あるかもしれないな。ごめんな。騒ぎは起こさないでよ。私は起こしたくないけど、クラウドたちは起こすって。特にバレットという人物はですね、起こしたがりの人物なので、要注意です。要注意ですね、あいつはね。さてと、あれ、こんなとこあったっけ原作に、アンダージュなんて。どうする、クロマントは来てないらしい。帰るか。彼らの目的地がどこであろうと、この地方から離れるなら、私の知る限り海に出るか空を行くしかない。おお、そうだな。手分けして情報を集めよう。ここで船が手に入るかどうか、他の移動ルートのこと、見失ったクロマントの行方も気になる。終わったらお宿に集合。ああ、それでいい。行こうかやっぱめんだ。アンダージュノンに新たなカードバウト、あー、カードバトルができるんですね。またメイン
ストーリーを進めなくさせるんですねっていうか、君はあれじゃないか、プロのカメラマンじゃないですか。お世話になりました。お前盗撮してねえだろか。お世話になりました。君また盗撮はしてないよな。君は何を撮ってるんだい。巨大な柱、古い家屋、巨大な柱、魚、このコントラストは、このコントラスト、何何やってんだい。またお会いしましたね。そうですね。では要塞都市を見上げながら記念に1枚クラウド一人だけかい。かちょっと決めてるな、クラウド。お前決めてるな、ちょっとバンザラでもね、興味深いですね。そう、特にあの恐ろしくも美しい海、海はいろ、海、海、海見れねえ、海は見れねえ、撮影して海がちょっと見れねえ、輝きすぎてちょっと向こうが見れねえ。面白そうな被写体があったらまた教えてください。キワとエアリスっていうすげえ可愛いやつがいるよ。撮影スポット場所は判明した。いやもうすでに行ったところ、おいすでに行ったところ、潮風を浴びた、ちょっとこれ移動できる、これ、これ移動できる、これ今これ行ってこよう、これこの間行ったところだよね。ちょっとちょっくら行ってくるわ、この間行ったところに。この間行ったところに今回になって行ってくんじゃねえよ、前回言えよ、せっかくだったらさ。あれこれどうやって上に登るんだ、これ。あ、上に登れた、ここだよな。はいはい、これで撮って、フォーカスに撮影スポットの方向をしよう、クリアで、ここで戻れいいんだな。仲間は街の散策に戻ったあいつらも迷惑だよな、なんかいきなり情報収集だとか言ったくせにすぐ呼び出されて、でまたすぐ情報収集に向かっていくっていう。さてと、フォーカスちゃん取ってきましたよはい、おすすめ撮影スポットを見つけてくれたんですね。はい、ありがとうございます。あ、君らはおめでとうございます。何ピンボケカメラマンに、うるせえな、ピンボケしたつもりやねえんだよ、こっちは。荒削りではありますが、うん、あなたにはキラリと光るものを感じます。ああ、そのセンスをさらに磨き、ぜひ世界に発信していってください。クラウドどうでもよさそうな顔してるぞ。あ、まあ、こいつはこれで終わりか。君たちは何の話をしてるんだ、なんか仕事中の格好だな、君。なんかこっちの男がさ、俺もう今日疲れちったよ、お前んとこは最近どうだい。いや俺んとこもなかなか魚が取れなくてな、この空を見てごらん、どんな感じ。あ、空なんて見ねえじゃん空なんて見えねえじゃんこの村っていう話をしてんだな、こいつらはな。でこっちはなんだ、こっちは真っ暗だな、この先には何にも進めねえな。君たちは、君たちはこの人は工事現場の人たちかな、格好的には。あ、こっちは依頼主だな、この人は依頼主で、この二人が多分あれ仕事の、調査された、調査された、依頼された方だな。ちょっと、うちをちゃんと直してくれないと困るじゃないか。うちはちゃんとやってんだよ。お前の目は節穴か、あれでできてないって言うんだったら、お前がやったらいいんじゃないか。なんだと、金はすでに払ってんだ。お前ら、もうクビだ。他の業者に頼むからな。二度とお前らには依頼しねえ。そういう話をしてんだ。あ、君たちは、ダメだ。こういうのを一個ずつやってると、本当に終わらなくなってしまう。こんな漁船もなんかいい、きれいきれいしてんだな。なんか、昭和的な感じするけど、この雑巾かなんかでピカピカ吹いて。もうちょっと楽な、なんか掃除機とかなんか開発されてるんかな、この時代に。ということでダメだ。すまねえ。すまねえ。あ、やべえ、なんかここすげえ、なんかいいところだ、これ。いいところ。これ何や、ここ。何これ。マグナタ。あ、魔導書店か。強くなってくれ。あ、なんかいいやつそう。あと、あのすげえなんか20ぐらいいけんじゃん。あ、スキルレベル4解放ね。はい。で、とりあえずなんか強くしていこう。これは、とりあえずなんか適当に回復そうで、これ何これ。カウンターシュート、敵の遠距離攻撃にタイミングを合わせると、連携して反撃しますと。はい。あ、なんか横いける。あ、ガード陣受けるダメージが 5% 下がるよと。はい。あ、こっちもいけんじゃん。サンダーチェーンと、MP 商品、あ、これ取ってあるか、すでに。違う、もう SP がね、早っ !SP なくなんの早っ。続いて、ティファ。これは？あ、AR インパルスね。はい。で、続いてこれは ?ATB ボーナスと。いや、もうなくなった特に考えもせずに、考えもせずに、なんか近くのさ、やってたらもうだから、ブリザードウェーブ。はい。で、あとこれは？あ、もうゼロだ。早えな！で、バレットは？これは？
バーストリミット。敵がバーストリした時のリミットゲージは 5% 上昇。で、デレッドサーティンが、ブリザード J、MB 消費なしでいけますよ、ということですね。これで終わっちゃった。早え。思ったより SP がなかったね。まあ、ここは一家とりあえずなんか一個一個突っ込んでるとな、もう私は本当に終わんなくなるからね。もう突っ込みたいんだよな、いろいろな。待ちってなる。なあ、レッドサーティン、君は何やってんだ。この辺りの海にジュノン共和国の首都があった。巨大な船をいくつもつなぎ合わせた海上都市だったそうだ。おお、お前ちゃんと調べろよな。ここで休んでんじゃなくて、なんかみんな調べて行ったんだろうな。さてと、この上に行くか、どっちか。上に行くか、まっすぐ。あ、エアリスだ。なんか見てる。何見てんの。上の町で神羅に大きなイベントあるんだ。あ、そうなの。なんだろうね、気になるね。ここら辺はなんか行きたいところがいっぱいあるな。なんか人がいっぱいいるから、いっぱいなんか、あ、休憩でもしとくか。なんかいろいろなんか人に突っ込んであげたい気持ちはあるんだよな。やっぱ FF のな、制作者もこういうところを一個一個丁寧に作ってるっていうことだから、一個一個丁寧に突っ込んであげるべきなんでしょうけども、座ってると私の FF7 は多分2年ぐらい終わらない。あれ、ここ何や、よろずやだって。あれ、天使は、あ、いい女、いい女だ、これ手振って。いらっしゃい。え、お客さんって。なんか照れちゃってる。何が買える？あ、売って、なんか持ってないやつ。あ、なんか、カードバッグ、ヒューリーリッパーが買える。やっぱカードバトルは楽しいからな。これを買っとこう、一個な。ありがとうございます。で、続きまして、まあ、この辺はこんな感じが。まあ、では持ってるな。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。本当ありがとうございました。なんかいい店主だな。なんか、あんまり売れないから、このお店。君たちは？あ、バレットはいる。バレット何見てんだ？誘われてるな、お前。だから当然船はある、うん、でも上から漁を禁止する通達があったんだとよ。なんで？機関は見て。なんで？村の連中を巻き込まないって条件付きじゃ船を借りるのは難しそうだ。ああ、確かにその条件か。じゃあその条件どうにかしてもらうか。情報収集を終えたら宿屋で休もう。いや、まだなんかいろんなところを探索し、ああ、宿屋行っちゃう。いや、ここ宿屋だ。宿屋の前、あ、ティーワー。ティは何やってる？上の町へ行くには、あ、これか。なんかみんな反対してんだ。大変だな、こいつらもな。ボイ、なんかずっとこんなことやって。これなんかさ、この子なんかさ、カーブの町にもこんな子いなかったか。で、カーブの町にもこれと同じ子いたよな。なんか踊ってたやつ。クラウドはさ、ここでなんか一緒に踊りましょうって言ってたさ、あ、時にさ、こんな格好の女の子いたよな、なんか。お前、同じ人物か。反対、魔法浪費反対、反対。大変だこいつは。こいつはね、こんなことやっても多分あいつは聞く耳もたいんだよな、こういうのってな。政治家とかもそうだよな。なんか政治に向かってさ、霞が関でこういったさ運動起こしてるけどさ、なんか単なる運動ってこれ、こうやって別に聞きもしないんだよ、あいつらっていうのは。やばい、政治家のことをなんか悪く言うのは言うのはいい口調になっちゃったから。政治家も頑張ってます。はい、政治家も頑張ってますけども、なんかそれに対してこうやって反対する人たちっていうのは、別に政治家はな、あいつらはメンタルはめちゃくちゃ強いんで、うん、こんなね、脅しに対して一個もね、ひるまないんだよ。すごいよな、メンタルの強さ欲しいや。政治家が多分一番メンタル強いと思うよ。あの人たちはね、メンタル強くないとやっていけないからな。ただ坂はフィッシャーマンズネット。あ、この音楽聞きたい。なんかうるせえな、あっちの声が。あっちの声がうるせえな。ここはな、何飲んでけ飲んでてるけっつってるけど飲めないんだけどな。あー、いい街だね。なんかクエスト掲示板がある。ここなんかある。明日への活路、ジュノンエリア、ガモン牧場。あ、チョコボイス2車壊れちまった。修理、あ、これもやったじゃん。あ、これクリアしたやつね。なんだ、もうこれクリアしたやつじゃん。で、あ、君は何やってんの、このお姉さん。ナンパしていい？あとなんか上に行くとこなかったっけ、こっちの。あれ、ここは？ここ行ったっけ。あ、武器屋行ってねえや。なんか武器買える？なんか今まで取り逃した武器あったっけ。あ、全部ねえや。全部とりあえず取ってるわ。大丈夫だ。あ、これ防具か。あ、防具しか買えねえか。あ、違う、これエレファなんちゃらとこれか。あ、大丈夫だ、大丈夫。武器 OK ね。ありがとう。あれ、チャードリー。チャードリー、お前はどこでも現れるな、チャードリー。クラウドさんもアンダージュノンにいらっしゃったんですね。いましたね。ど
こかミッドガルのスラムを思わせますね。ああ、あ確かにな。頭上覆われているから。確かにミッドガルのスラムっぽい感じがするな。マテリア開発なんか変える ？30 今100あ全部変えるじゃん。MP セーブ、アイテムマスター、ATB マスターこれ全部いけるね。はい、ありがとうございました。でバトルシミュレーターはとりあえずまでいっか。あのフェニックスの方から全部見つけてねえから。引き続き調査報告はこまめに。はい、あチョコボ可愛いね。この上行けたよな。ちょっとこの上に行ってこよう。この上何があんだ。あなんかえここかこの小屋だけだ。あ可愛い子供。あカードバトルしたいんだって君たち。やってあげよう将来。もしかしてバウトする相手を探して。探してはいないけどやってあげろ。私はこのカードゲームがすごい面白くて好きだから。デムーア。ダムーア。ツインズのムーア。うん。双子のカードバウターだよ。あそう。まずは弟と戦って。勝てたら俺と勝負できるよ。あ、何2回やるの？一度で2000できてすっごくお得なんだ。一度で2000。その代わり僕たちのどちらかに負けたら3ギルもらう。こういうのは良くないよ。子供の時になんかお金の賭け事をしてカードするとかそういうことをやっちゃいけないよ。いい大人にならないやこいつらは。とりあえず行くぞ。デッキどうすっか。さっきもらったやつはなんか何もらったんだ。これかチョコバンドモーグリーがこうさか全あったタイタン。強いのか。これカードの情報ってだってみんだっけ。これか。配置時陣地ランクを2ランクアップします。強。これめちゃくちゃ強くないこれ。とりあえずこれを追加して何を外すか。何を外すか。ランク2だよな。タイタンランク2だからランク2を削りたい。これいらねえだろこれ。4ってめちゃくちゃ強いんだけどさ、確かに。使いづらいんだよな、エレファランクって。タイタン追加。で、チョコバンドモーグリは何だっけ？強化を受けている他の味方カードの数の数でパワーが1アップします。まあでも1なんだよな。ランク1だからめちゃくちゃ使いやすいから。まあ1のやつなんか外す？レプリコン、サボテン、でも警備兵も、いわゆる警備兵も一応使いやすいっちゃ使いやすいんだよな。ジュノンスイーパーとかいらねえよな。でもこれ配置だけだもんな、便利なの。で、あとは、あとなんか便利そうなやつ。なんか使、これチョコバンの、なにこれ。あ、なんか使いづれ。これ陣地はめちゃくちゃ使いづれ、これ。デブチョコバ。デビルライドもこれ左側だしな。陣地が。こんな感じか？他はなんかまあ微妙で、ランク2だもんな。これもランク2だから。ランク1がないといけねえから。まあとりあえずこれでいってみよう。はい、これでいきまーす。はい。行きましょう。対戦開始。さあ、このカードを編成したのはどういうかね。今日、吉と出るか、凶と出るか。さて、交換したいカード。エレファダンクいらねえなー。エレファダンク、まずジュノスイーパーとかあったんだっけ。エレファダンクはいらないっすね、これ左が。交換の仕方が分かってね。警備兵。あれなんかカード変わってる？なんか違うやつにしてる気が、なんか、こんな、警備兵2体とかいた？ねえ、警備兵2体とかいた記憶はないんだけどね。ちょっと待ってくれよ。なんかヘボってる気がするなぁ。レプリコン。あ、ここやるとあれ陣地かな。どうする？迷い中なんだけど、なんかすげえ良くねえ気がするけど。味方のパワーは1アップし、まあ、とりあえずここか。チョコバンドモーグリーをなんかここに置いとくか。はい。いやでもな、ここに、この後これなんか、もう、警備、むずい。右側にとりあえず置きたいから、レプリコン購入とか、はい。さて。あそこに置けんだよな。ケツアルコアトルが、でも、チョコバンドボールここに置いておきたいから、ここにこう置いて、はい。さあ、相手はどう出る？相手の陣地に対して、そこに置いたってことは、あそこで上のね、真ん中の、上の真ん中の陣地を奪いたいから、あ、タイタンいけんじゃん、これ。ここにこれを置きたいよね。ほい。あ、一応カード変わってんだ。タイタン出てきたもんね。さて、続いて、続きまして、いやー、どうするか。あの2のところ、ランク2のところ置いとくか。ランク2のところは、まあ、この3、ケツアルコアトル。ケツアルコアトル置いてもな
まあいっか、とりあえずここ行っとくか。はい。あ、やべえ、陣地が、まあいいや。あとそこ、そこに置いて、陣地どうなる？あ、もう勝ちじゃん、これ。9体。あ、でも真ん中変わってねえな、まだ。真ん中を勝たないといけないから。右側に置けるやつ、カードファングか。カードファングここに置いて、で、これ勝ちだね。エレファダングをこれ、ここに置いて、あ、終わりだ。ありがとうございました。これで18対9だもんね。はい、ありがとうございます。あとはもう適当に。適当に。別にもこれもうやめてもいいんだけどさ、この時点で。はい。タラッ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 タラ、はいっと。まあ、完全勝利を目指したいんで、私は。終了。はい、18対9。終わりだね。パス。でもやっぱ今までのやつより強い気がすんな、このお子ちゃま。2000勝って言ったから、あと1回やんなきゃいけないんだな。ウィーン。はい、ありがとうございます。クール。やるじゃん。はい、もう1回いこう。じゃあ次、兄のダムーが。無理だよ。私は強いんだ。やっぱ警備兵2体いるんだ。で、レプリコン2のカームファング。このジュノンスイーパーとか、エレファダングいらねえんだよな。エレファダング。まあ、いっか、とりあえずもう一回同じこれでいっか。はい。ランク2が、ランク、ムー2枚はいらねえだろ、絶対。ムー2枚いらない。これ交換して、カードファング。エレファダングもいらねえ気がすんだよな。エレファダングもいらねえから、これ2枚交換しよう。これ2枚交換して、スタート。あー、サボテンダーか。まあ、サボテンダーここ置いときたいよね。はい。で、あー、そこに置いて。じゃ続きまして、これはあれか。ムーはランク2なのか。マジックポットもなんかレアリティ高いのが来てるな、今。いらねえな。まあ、とりあえずこれをここに置いといて、陣地を増やしといてと。はい。あー、なんか相手強くね？もともとのなんか能力値が強くね？ 3-3 って。ムーと、ムーもいいよな。マジックポットここに置けるは置けるんだけども、陣地は増やせねえんだよな。どっちがいいんだ？マジックポットとムーってどっちがいい？これ。ここ、あの3、ど真ん中。ど真ん中一番左側にランク3が置けるんだけど。これ下のパワーアップで2個増えるね。これ陣地一切増えねえんだよな。で、ムーのはいいよな。なんかマジックポット超使いにくい気がするんだよ。陣地増えねえからな、あれ。あそこの陣地奪っときたい。右側の。右側奪うにはさ、ムーぐらいしか無理なんだよな。1か。これを奪うしかできねえな。でも1、1、2、今、これ2だもんな。そうすると2を右に置かなきゃいけないんだけども、カームファングを置いとくか、警備兵置くか、むずいなぁ。ムー置いとくか。はい。とりあえず陣地奪って、あそこ2を来てんね。ランク1のところにさ、これが来たな。ランク1、そう、これをさ、これ置いときたいんだよな。レプリコン。あ、でも、その前に、まず、相手の陣地奪いてんだよな。あそこ奪っときてから、真ん中のところ、一番下の真ん中のところ、あそこを奪っときたいから、そうするとカームファングか。カームファングだな。カームファングを、ここだな。ここにやって、陣地奪っといて、こういうことか。さあ、相手どこ置いてくる？うわー、陣地がめちゃくちゃ取られてるぞ。待って、これいいんじゃね？なんかこれがすげえ活躍できる。これ陣地奪えるな。これと陣地、そうで陣地奪えるな。右上と下で陣地奪えるから。あ、いいんじゃない？これで。これでいいだろ。てかむしろこれ以外の選択肢はない気がする。ということで、これここに置いて、陣地奪って。いや、あいつとそいつはそこにしか置けないな。そうだな。
わ、負けてる。なんかいろいろチョコバンドモーグリは1しかねえのか。どうすっか。チョコバンドモーグリだな。だからチョコバンドモーグリとりあえず下の方にこっちに置いときたいな。そうすると、あ、なんかめちゃくちゃなんか恩恵受けてるじゃん、チョコバンドモーグリの。あと11が1しか、11しか置けないけど、あー、これで同点なら一番上が同点で、あれも勝ったじゃんこれで。最後タイタン置けるから、はいはい、タイタンをここに置いて、はい、楽勝。でも最後の最後まで結構いい勝負だったけどね。はい、ありがとうございます。勝った2連勝。いや楽しいな、カードバトル面白いな。なんかこれミニゲームもさ、めちゃくちゃ面白いからさ、セブン。コンドルフォートもめちゃくちゃ面白いし、このカードゲームもめちゃくちゃ面白いからさ、全然進まねえけど、メインストーリー。ニューカード。あ、オーガ。あ、強っ !5! でも配置が、配置が使いづらそう !2 個離れた上下。あー、使いづらそう。カードバート勝利するよ。もらえないよ。どうだったかな。いや、もらえねえわ。いやー、いい大人になんねえこいつら。冗談だって。ろくな大人になんねえなお前ら。次こそ勝ってサンギルもらうから、また気が向いたら俺たちとバウトしてよ。はい、ということで、まあこれで以上かな。宿屋にこれで戻ればいいのかな。うん、じゃあとりあえず今日はね、もう宿屋に一旦戻って、ちょっと終わりにする感じかな。宿屋でちょっとストーリー動いてから終わりたいと思いますので、はい、行くぞ宿屋に。さて宿屋に着きましたが。いらっしゃいませ。お一人様ですか。いや、仲間がいます。助けて。あ、大変、誰か。何が起きた。お客様、その背中の剣を見込んでお願いです。今の声はテリシラという村の子です。行って力になってやってくれませんか。なんだよ、早くこっち、ボートが漂流してるの。やだな。なんかこの後ムービーが起きてちょっとやめようと思ったのに、なんか敵と戦いそうな気がしない、みんな。この後お願い、早く、ま、助けて。あれ、ユギーじゃん。お前ここで仲間に加わるの。原作だとなんか森になんかいて、森とたまたま出会って、そっからなんか会話の選択をして仲間に入るユーヒーなのに、原作だとここで敵か。いや、やっぱユーヒーもいいよな。原作やった時ユーヒーが一番好きだったんだよな。ティファイアリスとかよりも。あ、かわいい。なんでこんな可愛いんだ。ユーフィー、イルカさんに捕まって。でも敵もいるってことは絶対敵戦うんだよこの後な。戦うんだよな。やばいね、やばいね。いやー、でもやっぱバトルはな、楽しいよな。やべ、待って とりあえず見破って、多分弱点はさ、弱点イカズチだとは思うんだけど、危ない。やばっ、ガード張れてねえ。いや、マジで、当たんねえ。ちょ、ATB ゲージたまんねえ。うわい、とりあえずブロック。まず見破っとこう、まず見破っとこう。弱点やっぱ雷だ。雷で水中潜っている時は頭部に一定のダメージを与えると空中へ移動しヒート状態になると、で水球による構想が水球を倒すと解除できる。潜ってる時ってことはね、もうまだ潜ってないもんな。まあ、とりあえず雷を当てろということ。なんか捕まった。サンダーぶち当てろ。サンダーってさ、マジック、あ、マジックバイオしかねえんか。
いやねえな、トルネード、ファイヤー、ブリザードインパルス、超ソニックブラスト、いやイカズチ系が木が一個もねえ、うん、イカズチ系が一個もねえぞ。エアリスは、エアリスは、エアリスは、エアリス、ファイヤーブリザード、エアリスもサンダー系が、でもサンダーウェーブあるか、サンダーウェーブあるな。あ、でもヒート状態やってる今。バーストいけ、バースト、バーストラッシュ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 、バーストだろ。あ、でももうヒート状態なくなった。ブロック、オッケー、ナイスブロック。追求ブロック、待って、追求、ちょっと魔法、待って、これ追求はさ、なんだ、なんつった、待って、違う、これ追求、追求は何、これ追求はこれ、待って、いやティファボン捕まって、これどうせんだよ。待って、アビリティでとりあえずサンダーウェーブで、まあ、どっちが先だ、追求なのかこっちか、とりあえずサンダーウェーブで、よし、とりあえず V 尻尾を破壊して、水球破壊しないとダメか、魔法を試す、待って、サンダーで水球だな、 OKOK、 OK、 ブロック、待って、ちょ、バッ、もう少しでバッと入るんだけどな、いやー、待った来たかった、攻めてこ、待って、クラウドが溜まってるね、クラウドが溜まってるから、クラウドは、まあ、とりあえずブレイバー一発入れといて、でティファが引き解放を間に合わね、とりあえず撃っとくかも、これで爆裂剣で撃って、いやー全然削れてね、チェーンアビリティ使える、あ、なんか使える、バースト延長、もうあはは、ユニゾンスピン、MP 消費なしでチースメイト、でももう遅えな、バースト延長はもう遅いんだよな、あ、戦闘不動になりそう、やべえ、祈っとも、とりあえず祈っといて全体回復しといて、どこ行った、待って、サモンゲージ溜まってる、ラムーって誰かつけてない、ラムーは誰か、誰もつけてない気がするけど、ラムーは誰もつけてない気がするな、あ、いや、なんか、待って、キーは、待って、サモン、リバイアさん、イアリスはなんだっけイアリスは芝か。で、クラウドは何つけてんだっけ、クラウド、クラウド何つけてる、お前。あ、ラム来た、ラムつけてた、ありがてー、出ておいで、おい、おじちゃん、頼むよ、おい、おい、どんどんいけ、ウィークレス、ちょっと待って、とりあえずアビリティ使いてるんだよ、サモアビリティを使いてるから、待って、こいつに水球に使うのはもったいなくねえか、サモン、スピンレーザー、まあ、スピンレーザーにか、こっちを集中的にやっといて、はい、とりあえず水球を、クラウダー水球を壊して、オッケー、いや、これこいつで動きできてる、アクアショット、待って、エアリス、危ない、待って、クラウダーがマジでヤバいんだけど、やばい一旦回復しとくか、クラウドは回復しといて、はい、ティファ、待って、ティファでサモンアビリティ、サミンアビリティ、サンダーランス、やめよ、しばらく残り、でもスピンレーザーでいいか、スピンレーザーでいいし、はい、戦闘するの、嘘だろマジかよ、ちょっとフェニックスの一旦生き返らせないと、フェニックスの何やってるん、クラウドお前何やってんだよ、クソ、あれ、サバキン、もう帰っちゃうの、あ、クラウドが戦闘部分だったからな、さあ、どんなの関係、サバキンのイカズチめっちゃかっこいいし、また頼む、エアリス、ちょっと待って、エアリスで回復してもらえてまずいんだよ、回復、ケアルラ、クラウド、はいはい、まずい、エアリス、力、取れないな、
待って、回復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 、ハイポーション、メガポーション、ハイポーション、リアリスのマグマやばい。待って、回復回復、クラウド、ちょっと休憩、待って、クラウド、これやべ、とりあえずこれで HP をとりあえずちょっとだけ回復できている。チェインアビリティ何かって、マジカルブルームか。ちょ、マジカルブルームいっとこう、いったなんでだよよし、マジカルブルームいってる。はい、かっこいい、ちょっとこれは見たい、かっけーかっけーぞ、かっけーけど、かっけーけど、そこまで減らしてるんでも HP はもうちょっとか、もうちょっとで いけるな。なんか潜ったら、潜るとなんだっけ、潜ると頭部に一定に、頭部に一定ダメージで、頭部に一定ダメージ、ビッグトルネード一体避けろ、一体避けろお前ら。あー、なるほどね、ちょっとあそこに近づいていけないと、あそこの、あそこに近づくなと、どん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 逃げなさいよと。待って、エアリスがちょっと回復しとこう。エアリスは回復で、ケアルラ、ケアルラで一旦自分を回復してもらって、一旦さて、さて、どこ行った、どこ行った、どこ出てこい、出てこい、来たボリャー、ガードガード、OK、ガード入って、やべえ、捕まったエアリスサンダー撃ってくれ。次はない、次はない、待って、クラ、あ、まあ、競技溜まってる、競技溜まってるけど、まあ、サンダーで、まあ、サンダー一発撃っとこう、サンダー一発撃っといて、 OKOK、 待って、ちょっと待って、スイ助けて、ディマー、ディマー、これをどうにかして、魔法でも、魔法でもさ、ねえんだよな、いかずちが、待って、キーワーがやばい、キーワーやばい、待って、キーワー、キーワーラ、キーワー、待って、キーワーとクラウド溜まってるからさ、これバーストさせずにいけるだろ、これリミットで。あれ、どこ行った、いた、さて、じゃあ終わりにしようか。あ、潜る、あ、潜らない、はい、競技で、あ、クライマーさんの時終わりだー、クライマーさんの行ってる、かっこいい、楽しい逃げるつもりか、楽しい FSM、 ラダコいるか、かっけえ、イルカをジャンプに使って、あー、楽しかった。なんだこのイルカ、さっきの女の子、かわいいなこのイルカ。え、ユフィ呼吸してない、え、応急処置しないと、人工呼吸しないと、クラウド、ユフィに人工呼吸しないと、クラウド、わあ、クラウドのところでユフィがキスをしてしまうのか早く行ってくれよクラウド、押せって泳ぐの、もうちょっと早く行けよ、体温が落ちてる、結構やばいんじゃん、大丈夫ユフィ、ユフィ、まず軌道を確保しないと、ユフィ大丈夫か、ちょっとあんた手伝って、胸の方を頼んだよ、分かった、あ、人工呼吸クラウドはするわけじゃなかった、はい、圧迫、ウブなクラウドであった女性の胸を触るなんてって思ってしまったんだろうな。しかもユヒって若いもんな、16かいくつかの設定だもんな、確かユヒって。何するんだこら、女子高生ぐらいの年齢だもんな多分な、ユヒって。お、リメイクの DLC じゃん、分派って、方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの、この人たちは私の客さ、あんたを助けてくれたんだよ。そうなんだ、ごめん、助けてくれたのに。いや、ユフィ使いてえな幼い時の私はユフィがすげえ好きだったからな、シュシュシュユフィばっか使ってたわ。さあユフィ、とりあえず部屋でゆっくり休みな。うん、そうする、
バレッ、バレット可愛いな。今時の若い娘はよ。出た。そういう言葉あんま好きじゃないな、私バレット。今時のなんとかだな。今時の若い子は、今時の若い子なりに悩みがあんで、バレット。世の中がざわつくと客が増えるね。さて、じゃあとりあえず一旦ね、ここでやめるか。まあもともと宿屋入ってすぐやめる予定だったので、まあとりあえず最後にね、楽しいバトルができてよかったかなと思います。ではね、次回はね、この続き、ユフィの安否っていうところでメインストーリー出てますけども、それやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。さあ